はい、お久しぶりです。フルートの部屋です。またトランペットの話ですね、サックスもねやりたいんだけど、なかなかサックスは、再開できないね。やっぱりね、こうトランペットがね手っ取り早いんですよね。このパッと準備してパッとしまえるという、手軽さ、ね、でこうまあ軽いね、ちっちゃくて、だから、まあこの初心者の方にとってトランペットはものすごくハードルが高いんだけど、でも吹けるようになったらまあやりやすい。なんつってもね、本当に手軽なんですよ。トランペットは手軽なんですよね。トランペットっていうか、まあ金管楽器かな。サックスみたいなねリードがついてる楽器はもうほんとね、リードがね結構、取り扱いが、難しかったり、セッティングが時間がかかったりで、あとはね、なんつってもしまう、まあ始める時はまあ楽しいからこの準備もそんなに気にならないんだけど、片付ける時がね、片付けに時間かかるからね、この水分をこの綺麗に拭き取ったりするのにサックスは、だからなかなかサックスをやろうという感じが、今のところ。でもやりたいのは山々なんですよ。だからいずれ始めますからね。売ったりはしないですよ。売ったりはしない。一回はもう手放して、もうサックスやめたってなったんだけど、すぐまたやりたくなって、テナーもあるともうどっちも買ったから、またね、ここで手放したら、また買いたくなって、欲しくなって、やりたくなって、また買うというね、本当にね、この散財ですよ。散財をしてしまうからね、財産をこの、ドブに捨ててしまうことになるんで。だからいずれ、まあ、サックスをやってくださいってね声をいただいてますんでね、いずれまたこの YouTube で再開しますんで、とりあえず今日もまたトランペットの話なんですよ。でね、ここ数日また新たなステップに行ったなと。それまでね、このアンブシュアをいろいろこう、まあ一言で言えば、まあ、力が入ってた、いろいろ言われるからね、この 横からギュッと締め付けろとか、上も締め付けろとかで、このあとはこのマウスピースをこうこのつかむようにするといいとかね、いろんな情報があって、だからね、そういうの情報を耳にすると、それを試して、あ、これいいなって感じにその時になるんですよ。でもね、結局口に力が入ってて、バテてしまうのね。で、ここ、数日、まあ、昨日ぐらいからかな、本当にもう単にこうやって、本当に普通の形をしてこうつけるだけ。ただつけるだけ。全くこのアンブシャーを作ろうという意識がない。そうするとバテにくいし、で力が入らないから、高い方の音も、吹けるかな。こうカメラが回るとねうまくいかなかったりするんだけどね。割とだから楽に、割とですよ、ハイベイまで出るようになったんですよ。まあ音色はともかくちょっと置いといてですよ、ね、音色の話はちょっと置いといて、とりあえず今ね楽にハイベイまで出たんですよ、しかもある程度の音量で。前はね結構力んで、しかも音量までちっちゃかったですよね。それが普通の息でハイベイまで出るようになった。だからこの
暗部シェアを作ろうとするとダメだなっていう境地にちょっとね達したんですよ。それはまあ新山さんが言ってたけど、限りなく普通の口で吹けるのが一番いいと、それがまあバテない秘訣だと言ってたけど、だからその域に来たかなと。こうやってぐーっとこうね、このアンブシュア作ろうとすると力が入ってすぐバテてしまうんですよ。そうやってたのよね。で、こう作ろうとすると毎回この形が変わってしまうんで安定しなかった。でももうね、普通の形でつけるだけ。あとは音色ですね。でそろそろね、このトランペット、これもヤマハの一番安いやつだからね、一番安いスチューデントモデルなんですよ。定価で5、6万かな。で中古で2万ぐらいで買った、でもピカピカの新品同様でね、すごく良かったんだけど、でもそろそろ、できればバックはこの結構息の強さが必要だっていうから、まあヤマハがいいよって勧められますけどね。だからそれ吹き比べて、だから30万ぐらい予算ね、中古とかも考えたんだけど、やっぱり中古はね、やっぱサビがいっぱい、手頃な値段ですよ。10万円前後のやつになるとやっぱり結構ねサビがあって、やっぱり、そういうのはちょっと嫌だなって気がしてて、10万、だからそこそこのもの、綺麗な状態のやつっていうのね、もう20万しちゃうから、だったらもう新品買った方がいいなって感じになるからね。このところ考えてますね。さすがにいいやつ買おうかなって、まああれですよね、吹き比べて、これと吹き比べて明らかに音色が良かったらの話ですよね。サックスなんかね、初心者がいいやつ吹いても全然音変わんないからね、サックスは。でもトランペットはそこそこやっぱり違いが分かるって言うんですよね。でも僕はまだ高いやつ吹いたことがないんで、